エメラルドタブレットとエメラルドタブレット、パブラスマラグディナは12世紀以降のヨーロッパに出現したヘルメスに返せられた諸文献のうち特に名の知れたごく短いテクストである。エメラルド板、エメラルドパイ、エメラルド碑文、緑玉版とも。エメラルド板をめぐって中世ヨーロッパでは多くの伝説が作られた。伝説上のエメラルド板は錬金術の守護神で、 ある種の非教修道者たちの創造とも考えられていたヘルメストリスメギストスよって記された名碑で十二の錬金術の奥義が記されているというが、碑文の実物は現存しない。実際のエメラルド板のテクストはアラビア語文献からの翻訳と考えられており、さらにその元になった古いギリシア語原点の存在も想定されてはいるが、ギリシア語で記されたいつ文や、 ゲンテクストに相当するようなものは現存しない。エメラルド板の起源について確証があるのは8世紀以降にアラビア語で記されたということであり、知られる限りのその書室は、バリーヌース、ニセッテュアナのアポローニオスの創造の秘密の書というアラビア語の書物に収められた、故意である。少なくとも、エジプトのアレクサンドリア界隈で、あと3世紀までに成立した、ヘルメス文書群よりも、 広大の作品である二性が高い。二から三世紀にエジプトで密かにまとめられた一連のヘルメス文書の文脈に連なる。伝説によると、この碑文はヘルメス自身がエメラルドの板に刻んだものでギザの大ピラミッドの内部にあったヘルメストリスメギストスの墓のミイラの手の中から発見されたものであるという。この逸話は後世の神秘主義者たちの想像であると、 考えられている。12世紀にアラビア語からラテン語に翻訳されて中世ヨーロッパにもたらされた。最初期のラテン語訳にはサンタラノウ語によるものがある。17世紀のイエズス会史、アタナシウスキルヒャーによる訳が広く知られている。パラケルススはシュポンハイムの総院長、ヨハネス・トリテミウスが父ビルヘルムに送ったエメラルド。 タブレット、診療室に貼ってあったを見て育ったという、アイザック・ニュートンの訳があることも知られる。原文は、軍や陰誘が多く多様な解釈が可能で、非金属を金や宝石に変えるように、人間の魂を大地から天へとと昇化させていく、修道過程、賢者の意の秘密を読み解くことができるともされ、フリーメイソンなどの秘密結社への影響も大きく、 万物が一者から生まれたという一元論や、上位のものから、下位のものが生じ、秩序的連鎖の下で昇王、関王し合っているというを主眼とす、ヘルメス思想の原点とみなされるようにもなった。これに記されたうちで最も有名な言葉は、錬金術の基本原理である、下なるものは上なるものの如く、上なるものは下なるもののごとしであろう。これは、マクロコスモスとミクロコスモス、 大宇宙と小宇宙の相似ないし小王について述べたものと考えられている。緑玉版のテクストは、その著者を、キリシアの神ヘルメイスと古代エジプトの神等とのヘレニズム的結合であるヘルメストリスメギストス、見えに偉大なるヘルメスとしている。古代のものとの主張があるが、6世紀から8世紀の間に書かれたアラビア語の作物と信じられている。 このテクストの出典としうる最古のものは、9世紀前半に編纂されたアラビア語の書物キーターブサー、アルハリカ、創造の秘密の書、別名キーターブアルエレル、諸原因の書である。この書物は、バリーナース、バリーヌース、もしくはギ、テュアナのアポロニオスに返せられ。この書において、バリーナースは、緑玉版を古代のヘルメステクチエに仕立て上げている。 ハレハにあるヘルメス像の足元の地下納骨堂で文章を発見し、その納骨堂内では黄金の玉座についた小遺体が緑玉の名話も手にしていたと読者に語るのである。バリーナースに続いて緑玉版の初期バージョンがジャービルイブンハイヤーンに返せられるキーターブアスチャクスアルアセスアルサニー基盤の諸元素の第二の書に出現した。緑玉版は世紀に 自然の秘められたる原因と事象の隠されたる原因についての書などを翻訳したフーゴー・サンクテリエンスによって最初にラテン語に翻訳された。緑玉版の別のラテン語テクストは偽アリストテレスのアラビア名キーターブサンアルオズラー12世紀にセビーリアのフアンによって13世紀にはトリポリのフィリッポスによって翻訳されたの13世紀の造法版にもある。 アイザック・ニュートンによる英訳が彼の錬金術文書の中から発見されており、それは現在、ケンブリッジ大学キングズ・カレッジ図書館に所蔵されている。以下は、その和訳である。ポエムこれは真実にして嘘偽りなく、確実にして最も神聖である。下にあるものは上にあるもののごとく、上にあるものは下にあるもののごとくであり、それは、 唯一のものの奇跡を果たすためである。万象は一者の干渉によって一社によって起こり来たれるのであるから、万象は一つのものから適応によって生じたのである。太陽はその父、月はその母、風はそれを体内に運び入れ、地はその乳母である。全世界におけるあらゆる慣性の父はここにある。それが地に転じるならば、その力は円満となる。地を日から、 微細なものを粗大なものから、非常なる勤勉さで丁寧に分離するが良い。それは、力天に上り、再び地へと降って、上位のものと下位のものの力を受け取る。この方法によってそなたは、全世界の栄光を得、それによって、一切の無名はそなたから去るであろう。その力は、すべての力を忍ぐ。それは、あらゆる生命なものにも勝り、あらゆる堅固なものをもうがつからである。 かくて世界は想像された。これによって来たるところの驚くべき適応、その方法、もしくは過程はここにある通りである。ゆえに私は、全世界の哲学の三部をぐするをもって、ヘルミストリスメギストスと称される。太陽の作業について、私の語ったことは完遂し終わる。ポエム。ラテン語原文。クリソゴヌスポリドルス。ニュルンベルク1541年。ポエム。 ベラム、サインメンデイシュー、セルトムイベリッサムム、クワドエインフィリアスエシークトクワドエスペリアス、イクワドエスペリアスエシークトクワドエインフィリアス、アドパーパトロンダミラキアラレイナイアス。エシークトリースオムネスフーアントアブーノ、メジタチオネナイアス、シックオムネスリースナタエアブホックウナリ、アダプテシャネ、ペーターエイスエッソル、マータエイスエルーナ、ポーテイビットイラドベンテスインボントラスオ。 ニュートリックスエイステーラエ、ベータオムニステリースミトティアスムンディーエヒック、バータスエイスインテイグラエシベルサフリットインテロム、セプリビステロムアブイグニー、サトルアブスピソ、スワバター、マグノクムインデニオ、イデオフットエーテ、オムニスアブスコーユラタス、ハイクエトティアスフォーティキューディナイズフォーティトゥードフォルティス、キアビンセットアマナムレムサタルム、 アマネンクソリダムペニトラービット、シックムーンディスクレイトゥースへ、ヒンクエルントアダプテシャニスミラブルズ、クワラムモーダスエヒック、イタクボカートススムヘルメストリスマジスタス、エベンストレスパーテスフィリサフィトティアスムンディー、コンリトムエクワドディキシーデオペラチオネソリス、ポエム、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。